スペイン異端審問。スペイン異端審問は15世紀以降、スペイン王の監督のもとにスペイン国内で行われた異端審問のこと。宗教的な理由というよりも政治的な思惑が設置に大きく関わっている。15世紀末にフェルナンド2世がコンベルソ・カトリック回収したユダヤ教徒に禁する民衆暴動を抑え、 他民族であるスペインのカトリック的統一を目的に、ローマ教皇に特別な許可を願って設置された。王権制約的であったアラゴン諸王国に対する王権行使の機関、中央集権機関としての側面もある。設立当初の審問の対象者は主に、コンベルソとモリスコ、カトリックに改修したイスラム教徒であった。13世紀のダイレコンキスタ以降、 イベリア半島の大部分がイスラム教国家からキリスト教国家の領土となったが、以前、グラナダなど南部を中心に多くのイスラム教徒たちが暮らしていた。カスティーリア王国では信仰の自由と自治権を保障されたアルハマ、ユダヤ人共同体があり、セビリア、ムルシア地方にも多数の無で張るキリスト教国支配下のイスラム教徒が存在した。また、アラゴン王国でもバレンシアなどに 多くの無で春が暮らしており、バルセロナなどに多くのユダヤ教徒がいた。この頃は、ヒキリスト教徒に対しても寛容な時代であった。14世紀の半ば頃から、ペストの流行や、経済的問題などにより、比較的富裕層が多かった、ユダヤ教徒に不満が集まった。1391年のセビリアで大規模なポグロム、ユダヤ人虐殺が起こると、それは、各都市に飛び火した。 これによって多くのユダヤ教徒が虐殺され、回収を強いられた。けれども、ユダヤ人への不信感は払拭されず、たびたび反ユダヤ暴動が起こった。また、アラゴン王国では、他のヨーロッパ諸国と同様に教皇庁の任命した異端審問官が巡回する異端審問が行われていたが、それほど大掛かりには行われなかった。また、 アラゴン王国の宮廷では多くのユダヤ人が仕えていた。フェルナンドとイザベル一世の結婚を圧戦したのも、ペドロデラ・カバレリアというユダヤ人家臣であった。カスティーラ王国のイザベルとアラゴン王国のフェルナンド二世の結婚1469年レコンキスタの完了1492年により、スペインに待望の統一王権が誕生した。 フェルナンド二世にとって国内の一致のためにも表面上はキリスト教に改修しながら実際には自分たちの信仰を守っていたモリスコ、コンベルソの存在が邪魔なものになっていた。フェルナンド二世は異端審問のシステムを用いればこれらの人々を排斥し性敵を打ち倒すことができると考えた。さらにフェルナンドはユダヤ人金融業者から多額の債務を負っていたため もし金融業者たちを異端審問によって社会的に抹殺できれば債務が帳消しになるという思惑もあった。フェルナンドはローマ教皇と信仰を深めることで自らの王権を強化しようと考えていたが同時に教皇の影響力を自国からできる限り排除したいとも思っていた。異端審問は全て教皇の管轄下で行われるためもしフェルナンドがスペイン国内で 異端審問を行っても自分の思い通りにはできず、教皇庁の介入を許すことになる。フェルナンドは、異端審問を自らの政治目的に沿って利用するためにも、教皇の監督行為を排除した異端審問を行いたいと考えていた。そこで、スペインにおいて、王の監督のもとに独自に、異端審問を行う許可を教皇シクストゥス四世に願った。教皇は当然、 世俗権力によって異端審問が政治的に利用されることの危険性を察知し、なかなか首を縦に振ろうとしなかった。そこでフェルナンドは様々な方策を用いてこの許可を得ようとした。ここで活躍したのがスペイン人数奇教王ロドリゴ・ボルハであった。彼の本走の甲斐もあって1478年に教皇は渋々ながら、 カスティーリャ地方以外においてのみ独自一憾審問を行うことを許可した。これによって、ボルハスーキ教は、後年のコンクラーベで、スペイン王の強力な後押しを受けることができた。彼こそが堕落した中世教皇の筆頭に挙げられる、アレクサンデル六世である。こうして、ユダヤ教徒とイスラム教徒に狙いを定めたフェルナンドとイザベルによって異端審問書の長官に任命されたのが、 トマスでトルケマダである。そもそも、異端審問というものは、キリスト教徒でありながら、正しい信仰を持っていないものを裁くためのものであり、ユダヤ教徒やイスラム教徒を、その信仰ゆえに裁く権利はなかった。しかし、初期のスペイン異端審問書は、一旦回収しながら、ユダヤ教、イスラム教の習慣を守るコンベルソ、モリスコを多く裁いた。シクストス四世は、 セビリアから始められたスペインイタン尋問がユダヤ人に的を絞って行われていることに見かねて抗議したがフェルナンド王が自らの支配下にあるシチリア王国の兵力による校長への支援打ち切りをほのめかして同活したため引き下がらざるを得なかった。教皇としてフェルナンド王の行き過ぎた行動や見境のない処罰がキリスト教とイタン尋問の名を借りて行われていくことを感化できず スペインイータン新聞をユダヤ人の財産狙いの行為であると断言している。最もカトリック的な王という称号とは裏腹に、フェルナンドは教皇を徹底的に利用し、教皇に対しては従順を装いながらも強圧的に望んでいた。教皇がフェルナンドの要求を断れなかった背景には当時の地中海情勢がある。勢い盛んだったオスマン帝国がギリシアを支配下に置いて、 イタリア本土を脅かし始めたのだ。強行領とイタリア半島の安全はシシリア王国の軍事力によって保障されていた。シシリア王国の主でもあるフェルナンドはこれを大強行折衝の切り札としていたのである。強行はフェルナンドの要求を飲まざるを得ない状況に追い込まれた。こうしてスペインイータン新聞に強行の正式なお墨付きを得たフェルナンドは 教皇の干渉ななしにに、に自由に異端神門を利用できるようになった。1484年に死去したシクストゥス4世の後を継いだインノケンティウス8世は二度に渡って会直を発布し、スペインにおける異端審問の行き過ぎを批判し、被疑者への寛大な措置を願っている。そもそも異端審問のシステムにおいては裁くのは、教会関係者であっても、処罰を行うのは、 世俗の権力であるのが通例であった。拷問は自白を引き出すために用いられ、被疑者が自白すると刑罰が執行された。刑罰も一律ではなく、人前で遺んであることを示す服を着せられて、見せ物にされる程度の軽い刑から家計による処刑で様々であった。異端審問を受けた被告の処罰はしばしば都市の広場で行われた。遺体判決宣告式。 アウトデフェそしてそれに続く家計は、公権力の存在を人々に知らしめるものであった。異端審問は告発者が秘密であることが特色であったため、しばしば異端と関係ない無実の人々が恨みなどから、あるいは王室から与えられる報奨金目当てに訴えられることも多かった。裕福な隠れユダヤ教徒の告発は、王室自身が行っていたであろうことは裁判後に資産が 王室に没収されたことから伺える宗教改革の時代に入ると、異端神問書は、その照順を、古代さん手から、古くからのキリスト教徒へ移す。彼らの宗教生活を監視し、少数ではあったが、プロテスタントや照明派に対しても新問がやれ、スペイン反宗教改革の中心的役割を負った。また、スペインにおいては、魔女は異端神問ではほとんど扱われず、 訴えがあった場合でも、精神異常者ということで釈放されることが多かった。17世紀に入ると、心理件数は減少の一途をたどり、18世紀になるとほとんど機能しなくなる。スペインにおける異端審問が正式に廃止されたのは、ナポレオン・ボナパルトの支配を受けた1808年出る。ナポレオンの下で、スペイン王となったジョゼフ・ボナパルトは、異端審問の廃止を決定したが、 その決定には反発も根強く、その後一旦復活するが、もはや実効性はなく、1834年接生、マリア・クリスティーナのもと、完全に廃止となった。スペインイタン新聞の正確な被害者数を知ることは、難しいが、ある研究者は、トマス・デトロケマダの15年の在職期間中に2000人、ほどのユダヤ人が、家計になったと考えている。 イスラム教徒やイスラムからの回収者の犠牲者はそれよりずっと少なかったと考えられている。最新の研究によれば、スペインイタン新聞において12万5000人近くが裁判を受けたが、実際に死刑を宣告されたのはそのうち1200人から2000人程度で、ほとんどの被告は警告を受けるか、無罪が証明されて釈放されたとされている。どうやら、スペインイタン新聞には、 スペインを批判するために用いられた黒い伝説の一部として誇張され課題に語られてきた部分もあるとみられる。その他にもスタートレック4故郷への長い道では20世紀に飛んだドクターマッコイが原始的な医術をスペイン異端新問家と皮肉るセリフがあるなど欧米では理不尽な尋問の代名詞として定着している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。